え、なに？こいつ気に入らねえって思われることがあるってことか、ポケモンに。なに？どこやねん？おったおった。じゃあ行くか。いやー、動きまで上品だわ。あ、もう自動的に飛ぶのね。おいな、シマキングはいなかったようだが、助手に会ったんだね。助手？あ、そうなんや。では改めて紹介しようか。こちら僕の助手。え、あ、こっちの助手？え、あ、はい、リエリエと申します。シマキングの助手じゃないんや。リエリエが出会ったのが昨日アローラに来たばかりのアユラだよ。いろいろ教えてあげてよ。ククイ博士のお知り合いなのですね。よろしくお願いします。いえいえ、我らのシマキング原さんのお帰りだ。守り神に選ばれた男、アローラでも名名打てのポケモン使い。何その説明口調な感じ。おお、来た来た、シマキングっぽいわ。おお、いいね、でーんと。何かありましたかな。ちょっと原さん、どこに行ってたんですか。シマキングですからな、島の問題が起これば解決に行きますな。で、リリエ、何かありましたかな。警察とかっていう概念はないんか。何やらカプコケコの飛ぶ姿は見かけましたが。え、あの星雲ちゃんがカプコケコ。あの、原さん、吊り橋の上で鬼スズメさんに襲われていたこの子をこちらの方に、この子をこちらの方に守ってもらいました。なんか切る場所おかしくね。でも吊り橋は崩れ谷底に落ちそうになり、そこを島の守り神さんに助けていただいたのです。あ、え、さっきのが、あ、助けてくれたのがカプコケコ。おお、そいつはすごいぜ。ほう、守り神と言われるも気まぐれなカプコケコの心を動かしたのですな。ククイよ、素晴らしいことではないか。勇気と優しさを持つ彼女にポケモンを託すからトレーナーになってもらいたいぞ。はじめまして、メレメレの島キング原と申します。いろいろと言いにくい言葉が多いぞ。ようこそアローラへ。ククイから君のことは聞いてました。お会いできて嬉しいですな。よーし、ポケモンたち顔を見せるんですぞ。ちょっとたけし的な顔やけど、親族の方々ではないよね。あー、かわいい、みんなかわいいね。名前全然知らんけど、まずは草のポケモン、モクロウ。モフー、あー、鳴き声がいい。次は炎のポケモン、ニャビー。ニャブ。いやー、なんかちょっとクールっぽいね。最後は水のポケモン、アシマリ。アシャマ？アシャマ？どのポケモンを選ばれますかな。じゃあ、てかもうはっきりこうやって最初から見せてくれるんやね。全員可愛いんやけど、水の足回りでいこう。なんかちょっと癒し系な感じ。可愛い。水タイプのポケモン足回りになされますかな。はい、足回りに決めた。足かってことよね、足回り。いいね、いいね。お互い選ばれてこそ真のパートナーと言えますな。え、なに？こいつ気に入らねえって思われることがあるってことか、ポケモンに。気に入ってください、アシマリちゃん。めっちゃ見つめ合いよる。それでは、アシマリは君を選ぶのか見ましょうぞ。どうしよう、ゲシッとか蹴られたら。アシマリはアユナをいじらしく見つめている。え、なに？首振ってますよ。あしゃ。え、ダメなの。なに？うんうんって。おー、近づいてきた。あー、やったね。あー、かわいいんだけど。足まりを優しく抱きかかえた。あー、いいな、いいな、このサイズ感。触ってないけど、私は。あしゃま。水のポケモン足まりはちょっと誇らしそうにしている。おー。足回りもアイナを認めましたな。互いを認め合った君たちは永遠の友達だぜ。
いいね、いいね。足回りにニックネームつけません。足回りを手持ちに加えました。足回りさんですね。ピュイ。普通に出てるけど。もう、はしゃいで。原さんや博士ですから何かあってもあなたを守ってくださいますけど。普段はバックにいてくださいね。いいポケモンさんですよね。大切にしてあげてください。全然外でに出ても大丈夫じゃん、あの子。よーし。これでアイナも今日からポケモントレーナーだぜ。僕からも素敵なプレゼントだ。なになに？アイナはポケモン図鑑を手に入れた。なにこの形、こんな形なん今ポケモン図鑑って。へぇ。ポケモン図鑑は出会ったポケモンを自動的に記録する。ハイテクな道具なんだ。君がパートナーにして足回りも記録されているよ。チェックするといいぜ。なにこれ、パスポート？こっちは用意していた君のトレーナーパス。トレーナーパスとかあるん？あゆな、早速新しい友達をお母さんに紹介するかい？紹介するよ。じゃあもう帰ってよろしいの？足回りさんのこと、詳しく知りたければ、ポケモン図鑑をご覧になるといいです。了解。なんだろう。誰か忘れてる気がするぜ。え、なに？誰を忘れてるの？別に他に誰にも会ってないよ、私。シマキングはここにいるしさ。君たちなら力を合わせ、どんなところにも行きますな。ふんふん。よし。こっちから来たんやっけ。あ、こっちやね。オッケーオッケー。さっき原さんがお帰りになったところや。誰？あ、あれや。体験版で出てきた子。なあなあ、ポケモン勝負しようよ。名前忘れたけど。セクでない。名前も言わずに勝負もあったものではないな。そうよ、そうよ。自己紹介を。俺ね、ハウ。シマキングの孫。でね、ニャビーがパートナー。おー。ねえ、君の足回りもすごくかっこいいな。ありがとう。うん、だからね、ポケモン勝負しよう。君が来るの待ちきれなくて、あちこち探してたんだ。忘れてるような気がっていうのはこのハウのことかな。私、ポケモンさんが傷つく勝負はちょっと苦手ですが、応援しますね。お、早速。おお、初めてのポケモン勝負だね。ポケモンの技を繰り出し、勝ち負けを決めるんだぜ。孫の相手をお願いできますかな。カップリ4つの勝負を期待しますな。カップリ4つ？何それ。じゃあ早速、相手してくれる？負けないよ。よーし、楽しんじゃうもんね。てか、シマキングと同じ髪型なんやね。では、ポケモン勝負。始めませい。おー、いいね、いいね、なんか。陽気な音楽や。ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けてきた。ポケモントレーナーのハウはニャビーを繰り出した。おー、来た来た。行け、足回り。いやー、かわいいよー。ちょっとドヤ顔で決めポーズが。戦う、水鉄砲。まあ、相手、炎タイプやもんね。え、てか早速水鉄砲とか使えるんか。いいね、いいね。最初からこういうの使えたっけ。おー。効果は抜群だ。さすがに一発ではダメか。相手のニャビーの引っかく。なんかこういうさ、ちゃんと見た目で技がわかるのいいね。え、なんか私がしよった時のポケモンではさ、こんな風に技出してもさ、何を出しても同じような感じというか、まあ、ちょっとの違いはあったけど、足回りはレベル6に上がった。ここまでなんかビジュアルに反映されてなかったやんか。やったね、レベルアップ。ポケモントレーナーのハウトの勝負に勝った。うわぁ。アイナは賞金として100円手に入れた。これってなんか財布から出して100円入って私より感じかな。しょぼくね。うわぁ、すげぇ。アイナだっけ？君の足回りもかっこいいな。ありがとう。よーし、明日頑張る。明日何があるの？ん？アユナ、お持ちの輝く衣装を見せていただかる、いただけるかな？ふんふん、これ。え、結構でかいの？なんか両手で渡したけど。なんと。じいちゃん、それってもしかして。そういえばアユナはカプコケコに助けられたと。そうです。なになに？なるほど。石までもらうとはな。
あ、なに、もともと私がもっと出ちゃないんや、全然。君はアローラに来るべくしてきたのかもな。え、カプコケコが認めた者に送る証みたいな感じ？あゆな、石はちょいと預からせてもらいます。え、なになに、泥棒やん。なーに、明日返しますから。ほう。君にはトレーナーの才能がありますからな。ぜひ、明日のお祭りに参加してくだされ。お、お祭りがあるん、やったね。超いいタイミングでの引っ越しやん。じゃあ、あゆな、家まで送るよ。リリエも一緒だぜ。君の大事なあの子がはぐれると大変だからね。はい、気をつけます。もう早速出てるし。ピュイ。ほら、行ったそばからバッから出ないでください。いいコンビやね、なんか。ここ家？おう、帰ってきた、元気よく。お帰りやいな。ただいまー。ねえねえ、どんなポケモンもらったの？これこれ、足元見て。見せて見せて。これこれ。あしゃま？かわいいでしょう。うわー、ママときめいちゃう。ねえ、どうしてこの子にしたの？かわいいから。そうね。この子、かわいくてかっこいいのよね。何それ、両方じゃん、結局。あなたたち、すっごくお似合い。見ているだけで嬉しくなっちゃう。ニャースが嫉妬せんかな。ぬにゃー。あしゃま？お、仲良くなる？もしや。あ、音楽が。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。